の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、飲んでみた動画の方をねやっていきたいと思います。で、今回飲むお酒なんですけど、今回はこちらですね、スコッチウイスキーのトマーティンの方をねちょっと飲んで感想の方を言っていきたいなと思っております。ではね、ちょっとこちらトマーティンの方、飲む前にトマーティン蒸留所の概要の方をねちょっとお話ししていきたいと思いますので、ちょっとお付き合いの方よろしくお願い申し上げます。はい。でね、こちらトマーティンというスコッチウイスキーなんですけど、大体あのスコットランドのどの辺にあるのかというと、まあまずあのウェールズがあってね、イングランドがあってスコットランドっていう風にあのイギリスってなってるんですけど、イングランドのロンドンですね、ロンドンから北西の方に、大体900キロぐらい上に上がったところに、蒸留所があるんですけど、まず蒸留所のある村の名前がトマーティン、トマーティン村という、村の中で作ってます。で、その村の名前がそのままこのなんていうんですかね、商品名になっているんですけれども、このトマーティン村っていうのがだいたい人口が500人ぐらいしかいない、すごいちっちゃな村になってます。ですのでね、このトマーティン蒸留所の中にも住居があって、そこに住んでる人たちがこのウイスキーを作ってるらしいですね。で、このトマーティン蒸留所なんですけど、まあ、特記すべきところとしては、あの標高315メートルっていう高さにあるんです。で、これがどうも現存する蒸留所の中では最も世界で高いところにある蒸留所の一つと言われてますね。で、創業が1897年ということで、まあまあ古い蒸留所ですね。まあめちゃめちゃ古いかっていうとそうでもないと思いますけど、まあまあ、古い歴史のある蒸留所になってます。で、こちらがね、トマーティンの14年ですね。で、ポートカスクフィニッシュ、ポートカスクってね書いてあります。なので、樽が、ポートワインの空き樽で寝かしているタイプのトマーティンになります。個人的にはね、このポートカスクで寝かしてあるウイスキーって僕すごく好きなパターンが多いので、ちょっと楽しみにしてるんですけど、じゃあこれをね今から飲んでいきたいと思います。はい、それではね今からついでいきたいと思います。グラスはね、やっぱこういう2つのタイプのグラスで飲み比べてもらうとウイスキーはよく味がわかると思いますので、この2つのグラスで飲み比べてみてください。で、どう変わるのかっていうのをざっくりしたその説明の方はね、以前動画で上げております。上にカードの方を出しておきますので、そちらタップしていただければその動画に飛ぶようにしておきますので、興味のある方はぜひそちらの方も見てみてください。というわけでね、今から飲んでみたいと思います。はい、それではね、今から飲んでみたいと思います。いただきます。ポートカスクっぽい、ちょっと甘い香りしますね。こっちだったのかな。すごいアルコール感がきますけど、その先にね、やっぱりちょっと柔らかい甘みがねいますね。よし、じゃあ改めて飲んでみます。優しい、優しいな。美味しい。まずグラスとの相性ですね。僕あんまりこっちのグラス得意じゃないことが多いんですけど、これに関してはね、こっちの方が美味しいと思います。つまり全体的にね優しいですね、すごく。なのでちょっとこっちに添えちゃいますけど、まあ、さっきも言いましたけど、すごく優しい味のするウイスキーですね。アタックは、最初のアタックはまあまあないこっちゃないんですけど、胃に落ちてからのキックバックっていうのはもう全くないです。ですのでね、全体的にすごく飲みやすいタイプのウイスキーじゃないかなと思いますね。で、香りもね、そんなにガーって攻めてくる感じじゃなくて、本当に優しい感じ。多分これ飲んで1日置いといた時に匂い嗅ぐとすごいチョコレートフレーバーすると思うんですけど、なんだろう、キャラメルっぽい香りが今この段階ではしてますね。ポートカスクらしい感じの匂いがします。
で舌に刺してくるっていうピリピリっとした感じもあんまりないですし、ただ軽いかって言われると軽くはないんですよ。全体的にすごく優しいんですけど、味としては結構重厚感もあるタイプですね。でタルカンというかその木のエキスがパチパチ入っててすごいタルっていう主張をしてくるかというとそういうわけでもなく、本当になんだろうな、木の香りっていうのはちょっと落ち着いていて、ポートワインの香りがすごくしてくるような、なんだろう、優しい、まあ何回も言ってますけどとにかく優しいですね。冷やしちゃダメなタイプだと思いますこの子は。ですのでおすすめの飲み方としては、まあストレートが飲める人はストレート、それもこういったショットグラスみたいなタイプではなくて、こういったテイスティンググラスの方で飲んでいただく方が多分この子の特徴はすごくわかるんじゃないかなと思いますね。でまあさすがにストレートはちょっと強いよっていう方ですね、そういった方の場合はもう氷を入れないハイボール、常温に近いタイプなんかが香りが一番死ななくて美味しく飲めるんじゃないかなと思います。でこれに合わせるおつまみとしては乾き物で全然いいと思うんですけど、ただジャーキーとかだとちょっと味が強すぎちゃうと思うんですよ、こっちが負けちゃうかもしれないので、ミックスナッツを蜂蜜に漬けたようなもの、ナッツの蜂蜜漬けとかね、そういうのがすごく相性がいいんじゃないかなと思います。というわけでね、今回紹介したのはこちら、トマーティンの14年、ポートカスクの紹介でございました。言い忘れてましたけど度数46度ありますね、全然度数は感じないすごく優しいウイスキーですので、ちょっと興味のある方もし見つけることができましたらぜひ一度飲んでいただけたらいいなというボトルでございます。ぜひねこのスコッチ見つけたら飲んでみてください。それではまた次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。